皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回の動画は6月13日から6月19日までに発売予定の雑誌とムック本の付録合計26冊紹介していきたいと思います。6月13日初代プレイステーション原寸大マルチポーチ付きブックブラックバージョンとブルーバージョンが発売されます。ブラックは書店、ブルーはファミリーマート、ローソンで販売されます。なんと1994年に発売された初代プレイステーションと同じサイズで、懐かしのゲーム機がお部屋にあるような遊び心のあるデザインとなっております。内側はプレイステーションファミリーマークの総柄プリント入りで、おしゃれな仕上がりとなっております。ジップポケットも付いているので、かさばりがちな小物やステーショナリーなどもすっきり収納できますよ。ジップ部分はコントローラーの三角、丸、×、四角ボタンマークでおなじみのプレイステーションシェイプスロゴを使用しております。ダブルジップなので開閉がしやすいのも特徴となっております。6月13日ブルボンコールドブリューコーヒーの味わいを生かしたルマンドアイスとロアンのアイスが発売されます。ちょっと大人っぽいお菓子アイスをお楽しみください。6月14日コーデュラファブリックショルダーバックブックフィーチャリングモズが発売されます。こちらのバッグはコーデュラファブリックという素材を採用しております。強度と耐久性を備えた素材です。ポイントはこちら、大きすぎず小さすぎない、お出かけに最適なサイズです。日常から旅行、アウトドアまで男女問わず使えますね。ショルダーストラップの長さはもちろん調節可能です。フロントポケットは取り出すことが多いスマホなど入れると便利です。ハンドジェルや小物を引っ掛けられるデイジーチェーンも付いております。メイン収納は 500ml ペットボトルや長財布などすっぽり入ります。コーデュラファブリックとモズの故郷であるスウェーデン国旗のピスネームもポイントとなっております。6月15日オートキャンパーが発売されます。付録はオートキャンパー特製カッティングボードです。今回の付録は2号連続で実施するテーブルウェアコレクションの第1弾となっております。こちらのランチプレートとしても使える竹製カッティングボードが付いてきます。オートキャンパーロゴをレーザー加工で両面に焼き印しております。なお次号の特別付録は箸とスプーンのカトラリーセットとなっておりますので、こちらも要チェックです。6月15日ピザーラ 35th アニバーサリーブックイタリアンバジル M サイズと S サイズ、照り焼きチキンの S サイズが発売されます。 M サイズは書店、 S サイズはローソンで販売されます。なんとピザーラからもポーチ、創業35周年記念です。ポイントは裏蓋には細々としたものを収納できるメッシュポケットを装備、チャームは赤色の印象的なピザーラロゴとなっております。ご覧のように整理整頓に役立つゴムバンド付きの仕切り付きです。そして S サイズのポーチは持ち運びに便利な持ち手付きとなっております。使い方はいろいろ、メイクポーチにしたり、ガジェットケースとして、またトラベルポーチ、文具収納、お菓子入れとして使ってみてはいかがでしょうか。6月15日もくもくちゃんなでうさぬいぐるみエコバッグブックが発売されます。 Twitter から話題になり、優しすぎる世界観で人々の心を癒してくれるもくもくちゃんがついに付録付きムックになって登場いたします。特別付録は大人気キャラクターなでなでしてほしいうさぎがふわふわで可愛いぬいぐるみエコバッグです。ご覧のようにたっぷり入る大容量で、毎日のお買い物の相棒として大活躍してくれること間違いなしです。収納ポーチはぬいぐるみになっており、エコバッグ収納時は可愛いぬいぐるみチャームに変身するんです。ボールチェーン付きなのでバッグにつけて持ち運べます。6月16日素敵なあの人が発売されます。付録はハリス紫外線カット&撥水加工ハットです。こちらは夏の強い日差しから髪も肌も守るおしゃれハットです。ハリスのロゴが白で上品に刺繍されております。帽子の生地は撥水加工が施されておりますので、少しの雨なら弾いてくれますよ。急な雨でも安心ですね。さらに UV カット率 99.9%、 気になる紫外線をしっかりカットしてくれるんです。遠いは約 59cm、外側は上品なネイビー、内側はカーキ色で隠れた部分もおしゃれに仕上がっております。
お出かけ、アウトドア、ガーデニングなど様々なシーンで活躍間違いなしです。6月16日ダイムが発売されます。付録は LED テープライト250です。好きな長さに切って自由に貼って使えるテープライトは全長約 2.5 メートルあります。 LED のカラーは3色、明るさ8段階、合計24種類の発光パターンを楽しめます。収納棚の照明に、寝室の間接照明に、ミラーのライト、車内のライトと、ぜひ使ってみてください。6月17日、ビストが発売されます。付録はコスメデコルテリポソームアドバンストリペアセラム2包、トランシーの薬用クリアウォッシュ EX 約7日分プラス薬用ホワイトニングリペアクリームサンプル1回分、マダマ肌パールシートマスク1週間分がついてきます。6月17日ジェリーが発売されます。付録はエモダ夏のブラウンメイク4点セットがついてきます。こちらはアイシャドウパレット、リップ、マルチマスカラ、ネイルの4点セットとなっております。6月17日マーモット保冷バッグブックが発売されます。人気アウトドアブランドマーモットの保冷バッグが登場いたします。ポイントは上部蓋部分にはメッシュポケットを装備、カトラリーセットなど入れておくのにぴったりです。そして前面にも外ポケットがついております。ウェットティッシュなどすぐに取りたいものを入れておきますね。またブランドロゴもかっこいいです。中を見ますと蓋の裏には保冷剤ポケット付き、 350ml 缶が6本入る収納力です。さらに使わないときは折りたためるので移動の際にかさばりません。夏のアウトドアシーズンにぴったりのアイテムとなっております。6月18日しまむらオンラインストア、ぷいぷいモルカークッション13種類、フロアクッション2種類、スマホリング12種類、収納ボックス3種にエプロン4種類、ぬいぐるみ巾着は13種類、ダイカットリールポーチ12種類に、メンズ半袖 T シャツステッカー付きは2種類、ベビー半袖 T シャツは6種類、バッグチャーム3種にシャワーサンダル2種類発売されます。一部商品は予約販売となっておりますのでご注意ください。いかがだったでしょうか。ここまで6月13日から6月19日までに発売予定の雑誌とムック本の付録合計26冊紹介してきました。来週も付録ならではのコラボアイテムが見逃せませんね。そしてブルボンや島村さんの新作情報もしっかりチェックしていきましょう。気になっているアイテムは早めに予約しておきましょうね。購入した付録は随時開封レビュー動画を上げていきますので、ぜひ参考にしてください。そして Twitter、Instagram でも付録情報を発信しておりますので、ぜひフォローよろしくお願いいたします。それでは今回の動画は以上で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。動画のグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。